北京オリンピックから半年、世界を目指す国内のトップジャンパーが札幌大倉山に集結しました。注目は失意の北京オリンピックから現役続行を決めた高梨沙羅。この日は2本を飛び、大会連覇へ調整は十分です。 UHB 杯は札幌の大倉ラージヒルであるので、誰が勝ってもおかしくない試合だと思うので、その辺をこう見ていただけると楽しいんじゃないかなと思います。自分のジャンプをしっかりできるように頑張りたいと思います。その他、先週世界王者小林陵侑に土をつけた二階堂蓮や兄の小林潤志郎らが出場する UHB 杯ジャンプは明日午後4時30分から放送。会場の大倉山では夢応援塾も同時開催されます。ぜひお越しください。